はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。榊優勝です。さあ本日なんですが、ハオリュウザークさん、本日も活躍させていこうと思っているんですが、ハオリュウザークさんの皆さん、ペンデュラム効果ってご存知ですか？これペンデュラム効果実は結構強くて、エピゾーンにこいつが存在していると相手はフィールドの融合シンクロエクシズモンスターの効果が発動できないということで、まあリンク、モンスターとか普通の通常の高画モンスターとかの効果しか発動できなくなるんですよね。で、一旦一度ドローフェーズ以外でデッキから相手の手札がにカードが加わった場合、それを破壊するっていう効果になってまして、ハオリュウザクさんのこの2番の効果って、その例えばトリックスターリンカーネーションみたいなカードと組み合わせると、要は前半ですができるんですよ。相手の手札全部一回引き直させて、で P 効果で全部破壊すると、その、相手の手札を全部ハンデスできるっていう動きがあるんですけど、これを、本日は、やっていきたい。かなり成功率高くなりました。これなんでやって言うと、今まではね、覇王竜の魂とか、覇王竜、覇王天竜の魂とかサーチが結構難しかったので、簡単に覇王竜ザークをそのペンデラムスキルに用意するっていう動きがなかなか難しかったんですよね。これ今まではそのラビリンスとか使って頑張って強引にやってたんですけど、今回ペンデラムデッキの軸で組んだ場合、これめちゃくちゃ簡単にこいつでサーチできるんで、まあ覇王竜の魂はめっちゃ簡単に用意できますと。あとはだからトラップトラック引くだけなんですよね。トラップトラックでその出てきたザークを爆破して、でペンデラムスキルに置きながら、トリックスターリンカーネーションセットして打つだけなんで、めちゃくちゃ簡単にお手軽超簡単前半ですか、決まるようになりまして、これめちゃくちゃ楽しい、くなってますんで、じゃ早速ね、この、うんこムーブかましていきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、リンカで引いて持てるやつか。引いて持てる場合はザークを爆破できればいいから、とりあえず一回超天神竜オットワイズレボリューションドラゴンの効果。こいつさ、名前かっこよすぎん？こいつの名前マジかっこいいよな。超天神竜オットワイズレボリューションドラゴンってマジかっこいいよな。これ多分遊戯王カード名かっこよさランキングで言うとかなり上の方じゃ俺。まあただぶん投げられてダークブルームとかサーチすることしか使われてない気がするけどね。あんま使われてない気がするけどね。これいきなりペンデラム召喚せなあかんやつだな、これ。ちょっとまあニビル踏まなそうだから、これ打てば一応まあなんとかなるかなといったところなんですけども、待って、これ出す、これ3回目でしょ。これ超弦効いてるときニビルケア一応できるんだよね。ここでさ、超弦の魔術師でいきなり6出してきて、で6と4でバルネスすると、バルネス着々5回目なんですよ。こうするとなんで一応ニビルケアがこの展開だとできます。はい、一応ね。で、覇王竜の魂を持ってきまして、でこいつの効果使わない。で、バロネス出します。で先場のからエレクトラムという、まあ一応強いムーブだね。ペンデラム召喚を使っちゃっているけどね。で、ヘビーメタル通称、まあ、こっからはペンデラム召喚なしで展開伸ばしていくしかないんだけど、ヘビーメタルフォーズエレクトラム効果発動で、これでアストロ送る。これはね、まあいつも通りの展開って感じですね。ここの動きはで、ライトブルーム爆破して、ライトブルーム2枚ですよ、ね。ライトブルーム爆破して、でアストログラフ回収で、アストログラフ効果、あ、てかこれあれか、ハーモンの魔術師でもいいのか。ハーモンの魔術師だと一応展開が伸びるかもしれないね。で、アストログラフ、はい。で、デッキから特定のカードあるか、タオの魔術師は無理なのか、破壊してるよ。破壊したらないことになってるわ。攻欲。ってことは、これ実質、このハオモの魔術師を持ってきて、展開を伸ばせばいいって説はあるな。こうする。ほんで、一旦エクシードいっていいな。エクシード、ウサギ、はい。エクシード、効果、回収、7。で、スケール貼って、これスケールが、0から8の間のモンスターをエクシードは特殊召喚できるので、エクシードさんの効果使う前にハワモン打つ。で、これでこうして、はい。特殊召喚、で、エクシードを出すレベル7、2体、エクシーズアブソリュート、オットワイズボルテックスな。
で、まあ、これ一応あれだね、ペンダラム召喚も使っちゃってもやっぱここまで展開できるのかなりいかれてる展開力だなと思いますけどね、個人的には。で2体使うでしょ。でこれね、ペンダラムスキル邪魔なんで1回開けましょう。でアブソリュートを巻き込みつつアポロウサギちゃんを出すことによってボルテックスまで出てくると。ほい、ウサギちゃん出てきて、でウサギちゃんはこれちなみに今回覇王竜ザークで全ハンデスをかます予定なんですけど、全ハンデスした後に墓地に送られたモンスターの効果を無効化するようですでこれ魔法ペンデラムズを開けました。これが生きていきます。あとでねスタンバイフェーズにかまして差し上げましょう。これちなみに覇王竜ザークの効果はバルネスで無効にするって意味不明なことしないといけないんですけど、ハオリュ魂の効果を発動。うお、今こそ世界を一つに。ハオリュザーク特殊召喚、キュイー、ハオリュザークの効果を発動。そしてさ、なんかあるね、その効果にチェンジ、フルールドバランスの効果。おいザーク、お前黙れうお、自分のカードバカ、お前何がしたいねん。まあ、一応増殖数字持ってきます。さあ増殖する時の効果、はから打つか、はから打つかい。まあ打ってもいいぜこの増、あーオッケーいいよ、はからは打ってもいいよ、了解了承。さあこれでまあちょっとさすがに今はね、あこれここにね覇王の魂をチェーンしてクリスタルウィングとか出すっていう動きもできますねこれね今ね。はい、まあちょっと今回これがしたわけじゃないんで。でバロネスの効果でザークが爆破されて、爆破されたザークの効果、お前も発動できるのか。ハオリュザークの、効果と、ライトブルームの効果、ライトブルームがエクストラデッキから回収して、そしてハオリュザークを破壊された場合ペンデラムスケに置かれる。キュイー、そしてリバースカードオープン、トリックスターリンカーネーションおっとあ、クシャトリーだ、なるほどクシャトリーだ、なるほど。お前カードドローしたのお前、何やパーピアス、あ、オッケーいいよ。パーピアスオッケー。パーピアスはいいでしょう。パーピアスの効果で回収できますね、これね。何かが。あー、オッケーいいよ。お前何カードドローしてた、今引いたカード全部破壊しろいやアルティメット相手の手札全破壊コンボ爆弾、お、ちょっとなんかチェーン考えてやめろ。チェーン考えてやめろ。あ、G、うわー、G は別にいいか。G は別にそんな困んない。このターン特殊化しねえし、いや。これね、ちなみにこういう風になんかチェーンされたモンスターの効果とかを一応無効にできるようにウーサとかが、ボルテックスがいるといったところですね。はい。で、全てのカードが爆破されまして、クシャトリアユニコーン回収できる。なるほど。クシャトリアユニコーン今何いんの、墓地に。あんまなんもいねえか。あんまなんもいねえ。これ置いといた方が強いだろ、これ。ユニコーンはちなみにあの効果使ってきたら、ボルテックスでぶち壊せばいいんで。はい。でちなみに相手は、リンゴスター以外のエクストラデッキから出てきたモンスターの効果は実質ザークで無効になってます。で、クシャトラユニコーンが特殊召喚される。でユニコーンはバトルフェーズ OK。なるほど。やるやん。なるほど、やるやん。まぁ、あ、ちょっとウグサ君は死亡してしまうかな。まぁ、あ、しょうがねえ。いいだろう。さあ、ユニコーンの効果使うかい。まあ使わざるないか、まあ、使うのであればボルテックス組んで無効にして破壊させまうぜ。まあ何でもいいな、ゼロでいいか、さよなら、よし完全に相手の手数を否定していこうとこ。そして俺のターン、ちなみにハオリュザークのペンデラムスケールは1のためレベル2から7のモンスターが同時に召喚可能スケールもまあまあ強いぜ。墓地のハーモンの魔術師を特殊召喚、ひょいー、ハーモンの魔術師の効果を発動。さらに、ハオケン竜ダークブレムの効果、これは別にどっちでもいいか、一応出しとくか、もう、まあ、どっちでもいいや、ペンデラム召喚すればいいや。で攻撃の竜の、サーチを入れて、あとは手数が打点を並べれば、相手死なので、で相手何の、効果を使ってきてもボルテックスがいるので大丈夫と。ハーモンのマジシン、これ特殊できるんですね、これね。あー、ザークいるもんね。
ザークいるもんな。確かにザークいて草。やべえ、これトリプル覇王門の魔術師ワンチャンだ。はいで、はい、はい、はい、対戦相手でした。あー、トラップトラックなしか。トラップトラックなしでも強いので、まあ、それを見せつけていきたいといったところではありますね。あのハンデスは、エレクトラムの効果が、あー、オッケー。まあ、ちょっと増殖ストレッチ早いけどね、タイミング的にそれ。竜の霊廟は特殊召喚するカードじゃないから。じゃ結構ね、なんかね、あれなんだよ、焦りが見えるね。あの、デュエリストカップファーストステージあたりだと、対戦相手の。まあ、もうちょっとテキスト読んでから投げた方がいいんじゃないかな、というふうに思ってるんですけどね。はい。まあ、ダークブームのこの特殊化系の効果に当てるのが一番いいと思いますよ。あの増殖する G はね。はい。で、まあ、そんなこと言ってる間にハーモンの魔術師が、ちなみに G がめちゃくちゃきついんですけど、まあ、G さん弾ければまあ結構なんとかなるかなっていう気はしますけどね。このハンドであれば。はい。で、ハーモンの魔術師の効果使いまして、オットアイズ送りまして、特殊召喚しまして、あとはニビル君が、まあ、を踏むので、このデッキだと。一応魔法カード牽制しに行くかな。はい。で、エレクトラムを、作りでいきます。これ1、2、3回目2ビル踏むとしたらどこなんだ。エクシードあたりか。3回目、4回目、5回目、エクシードあたりだね。エクシード、まあでもエクシードにまあ2ビル踏むんだったら、まあ最悪ペンデラの消化器が残ってるんだ、まだなんか頑張れば、まあ、なんとかなるみたいな話はあるから、はい、それで頑張っていきたい。で、アストログラフ回収、エレクトラムとアストログラフ効果、こうやってやってね、モンスターがバンバン並んでくれるんでね、これがでかいですよね。はい、アストログラフで、ライトブルームで、エレクトラム効果、カード1枚ドロー。あー、うららか。まあ弱くはないね、弱くはない。で、エクシード、はい、で効果起動で、アストログラフ、あー、なんかこうチェーン打ちってこう2ビルあるんじゃないこれ、まあ、ここでなんかその光るの多分2ビルだと思うんだよね。多分2ビルだと思う。まあ一応エレクトラム残しとくか。あ、エレクトラムじゃん、アストログラフ残しとくか。あー、なんかあれチェーンしなきゃ足なんだけどな。まあちょっと1回2ビル、これもう打てないけど大丈夫。アポロウーサ出てくる。で、まあ、ウサギ出てきてからペンデラム召喚が、まあ、できるんで、まあ、めちゃくちゃ強いですよといったところなんですが、まあ、出すのこれでいいか。はい。で、これウララ出してバロネス出すのもまあありだな。行くか。ウララ残しとくのもありだし、ウララ出してバロネスするのも結構ありだね。で、こうして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 、はい、これニビル無限法要っていうガチでやばい動きやめてね。まあでもさすがにエレクトラムには打ってる気がするから、あの無限法要あればニビルだよね。いや、それ多分ね、打った方がまだ良かったと思うけど、これ無効になっちゃうんだよね。デュエルストカップファーストステージのためにちょっと多分あんま分かってないのかな。まあ、アポロウーサーが出てくる前にやっぱりそのニビルは打たないと、エクシードの段階で打たないとこうなっちゃうよっていう話がありまして、さあ相手のニビルガン腐りしたんで、あとはまあ自由に展開させてもらってよろしいですか。 G ニビルって持ってんのにね、相手やっぱね、相手のデッキを理解するってかなり大事だから、やっぱそのまあ、わかんない、知らんデッキは動画とかを見てぜひね、こう、あてこれあれか、サベージ出てたかもしれないよ今。ちょっと手拍子出さけど、で、オットアイズボル、アブソリュートの効果でボルテックスが出る。はい。で、セッ、あてかこれまだ召喚権使ってないもんね。そうだよね、これ今あれだったな、普通に召喚して、アブソリュートバロネス叩き合ってボルテックス出しよかったね。まあいいや、まあでも十分最強のハンドと言っていいんじゃないですか。で、これで、覇王竜打って、ザーク出しといて、魔法カード使ったら、クリスタルウィングに、変身するよという構えをしておけば、まあ、かなり強い、と思います。はい。まあ、こうなるわけですね。はい。
エクシードを見たら皆さん、ウーサ前にニーブリしましょう。あー、ピーマミで、やつね。あー、バーニングダックラじゃん。アッパーカッター来た。やばい。アリトさんじゃないですか。アリトさんこれ、まあ、でもアッパーカッターだとわかんねえか。アッパーカッタースパーだと普通に、あれかな、デンプシーロールか、イゾルデムーブとかもあるからな。ちょっとバーニングナックラーデッキであることを祈るわ。あ、デンプシーね。はいはい、キングデンプシー来た。はじめの一歩来た。はじめの一歩からの効果発動して、特殊召喚成功時に、戦速炎属性を回収できるとかいう最強モンスターなんで、一応ランク4がちなみにできるようになると、イゾルデがもうすでに成立するっていう今時代になってますんでね。リナルド、やば。多分これあれだな。バーニングナックラーデッキじゃねえわ。普通にイゾルデッキだ、これ。はいはいはい、了解。バーニングナックラーじゃなくても、ちなみに、まあ、レベル4が2体並ぶ、デッキであれば、そのバーニングナックラーデンプシーロールから、バーニングナックラーを経由しつつ、イゾルデの展開に行けるっていう。まあ、要はランク4イコールイゾルデっていう。まあ、そういうね、今時代になってますんで、まあ、もちろん多分先行反響でもできるだろうし。まあ、いろんなことが、まあ、イゾルデ先生はね、できるかなと。エクゾディア揃えるとかもできるしね、はい。エクスパラディンはやばい。あ、まあ、出せねえからいいか、別に。あんま関係ねえわ。ガチで知らん展開来てる。ヒーローキッズってどういうこと？エンシェントフェアリー？あ？わからん。なにこれ？エンシェントフェアリー効果。え？大石博物館割っちゃうの？え、まだ効果使ってないのそれ。京都ウォーターグラント。おい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 、おい、ちょっとどういうことこれ。エンシェントフェアリー&リッチャルデッド、バーストグリフォン、バーストグリフォン、パイセンじゃないですか。パイセン、パイセンじゃないですか。うわ、やばい。ガメシエとかいう地獄モンスターサーチされた。ちょっと待って、バーストグリフォンさん、バーストグリフォンさん、これ何しに来たの。バーストグリフォンさん、ちなみに効果使うと一応炎属性縛り入っちゃうんですけども、バリケードベルク効果。ガメシエルもうちょくってるぞ。やばい。ちょっとバーストグリフォンもしかして転生召喚、転生シンクロ召喚する気か。マジ。バーストグリフォンはちなみに自分の墓地のモンスターを特殊召喚しつつ、自分のレベルを1個下げることによって、まあ、1個とか、チューナー分下げることによって、もう1回転生シンクロするっていうギミックだ。やばい。バーストグリフォンさんはちなみに転生シンクロ召喚を、した場合、次の自分のスタンバイ、次のスタンバイフェーズに、自分の墓地からモンスターを特殊召喚するという効果を持っている。マジこれはあれか、さっきバリケードベルクで捨てられた最強のカメが特殊化される気が。トガ姫、なに、あれ、トガ姫の効果、はい。これ何が、バーストグリフォン、無限にバースト、無限バーストグリフォン編、無限バーストグリフォン編に来た。オリビエ、はい、オリビエ効果、あ、レベル1のチューナーとして出てくる。なるほど、やっぱこれで地球シンクロってこと、これで急シンクロってことか。なるほどな。はい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 。ああ、シャレル。はいはい。で、ここシャレル出てきて、で、シャレルに装備カード、あれ装備カードなんかあったっけ、装備カード、ああ、そっか、ローランが装備される。で、大抵出てくる。やばい。シャレル大抵まで出てくる。シャル大出てきて、いや、これでもちょっと待って、大聖剣博物館を、捨ててまでやることか、これ。大聖剣博物館をぶん投げてまでやることか。いや、まあ強いか弱いけど言うと、強いか弱いかで言うと強いけども。で、シャレルに、あ、メタルシルバーアーマー装備ね。これ対象耐性ですね。装備モンスター以外のモンスターが対象に取られずに、あ、オリビエの効果でさらにそもそも対象ならない。あ、これ全部対象なんだよ、これ。やばい、これ墓穴ケアされた。墓でトップ墓、まあ引かなかったけど、トップ墓穴をケアで、バーストグリフォン効果、自分の墓地から、もう、いや、バーストグリフォンの使い方間違ってる気がするけどね、それ。バーストグリフォンの使い方間違ってる気がしますけどね、それ。まあ、ちなみに、ガメシール君、カウンター2個取り除くと何でも効果無効にできる効果大したいんで、まあ、無理なんですけどね。まあ、僕のチャンネルよく、見てくださってる方であれば、この亀の力、亀のパワー、まあ、よくご存知なんじゃないかなと思うんですが、はい、すいませんでした。そこまでして亀使わなくてもさ、
遠征騎士デッキのパワーで勝てるでしょ。